いや、はい。こうやって。はい、じゃあピンク、次青。おお。いや、早いってやる。せっかくピンクはピンクなの。なさい。長いな。ああ。めっちゃ長かったそれ。何の踊り？下まで行く。お、今から裸になる？裸になるじゃない。そうそう。どこに逃げればいい？バドない部屋なんてあるか？一軒の部屋、一軒の部屋。一軒の部屋、一軒の部屋。ミッキーの部屋もあるんだけど、この家全部いいわ。こうやって回ってるじゃん。ブリブリブリ、怖い怖い。いや、びっくりした朝。急に朝の寝起きから怖いことしてくるんだから。びっくりしたの。心臓止まるかと思って。心臓、もう死んだ。待って、めっちゃ汚い車も。すごい、交差ドロドロじゃん。ニュースがやってますけど、洗車場がむっちゃ並んでる。ああ、まだまだ今日から明日までゆっくり黄砂の影響残りますので、いや、これいつ開くんだろう。雨の後もう一回黄砂が入るということで、改めて今回の黄砂どれぐらい広かったのか。並んでんだよこれ。いや、喉イガイガする。うん、ここまで、うん、洗車場めっちゃ並んでる。もうダメだこれ。うん、みんな車来たくなっちゃったから行けばいいやん。行くって洗うんだよみんな。洗うんだけど洗い場がないのさ。じゃあ海とかにこんなやつ来た、海にもしさ車ずっと止めててさ、うん、それでさ海でさやっててさ、コート来たらさもう車ドロドロじゃん。これやばいじゃん。あ、触っちゃダメ、触っちゃダメ。え、それ触ったらダメだよ。なんで？うん、鉄の粉とか金属の粉も入ってるかもしれないから。姉ちゃんの髪の毛ボサボサ。やばいな、これ。宇宙人。え、宇宙人？ほら、宇宙人みたいに腕をね、動いてるから。うわ、やばい。うわ、ドロドロじゃん。中だけ綺麗。見てて。うん、上がすごい。目見してみな。呪文唱えてるだけ。呪文唱えてる。目見してみて。ちょっと昨日より赤いとこ収まった。こっちもあ、こっちのさ、こっちのさ、赤ちょっと赤かった方になって、こっちもちょっと治ったよ。見せて見せて。見て。うん？ちょっとだけ治った。あ、治ってきた。あ、そう、上の服さ、物脱いで洗濯用のパワー洗うわ。なんで？コーサついてる。うん、そうっす。え、いっぱい寒いんだよ。え、違うの着てるわ。あ、それだから寒いって。ね、洗濯機満杯。え、じゃ違う。え、洗濯機満杯？え？マジだ、めっちゃ。なんかここいつも入ってた。え、そう、パパ入れたの。いや、いいよ、もう入れといて。いや、出さなくて、出さなくて。でで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 。何踊ってんだ。
てて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 てサバでーす。枝豆でーす。レタスでーす。焼きサバでーす。焼きサバでーす。ゆで卵でーす。僕はね、ほっぱゆで卵が大好きでね。具だけ食べたらいいじゃん。ん？え、ピーマンあげるか？ピーマンいる？え、いらない？なんか下平らなんだけど、すごく綺麗な。まあいいや。真っ平ら。めっちゃ長い。え、その卵立てて茹でてんじゃん。うん。めっちゃいい。ん？うまい。めちゃ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 ちっちゃい殻ついてる。めちゃめちゃ。え、薄皮じゃん。いや、辛っ。え、辛っ。これ最高だ。めっちゃ半熟じゃん。え、一見お好きな半熟度。え、このレタスとこれかけちゃういいじゃん。なっ、うん、なんで？ん、巻くてかけた。え、巻くてすんの？もうちょっとしかない。なんか塩味薄め。え、それ？うん。なんか個体値がある。まあこれまた今度買ってやっていつも食べたい。え、一口食べる？これ食べてるの？なんか塩の味？うん、塩の味するの。何もしてなくても。うまい。辛っ。うまっ。辛い。このゆで卵が最高にうまいで。まあ、ゆうちゃん。同じことする。めっちゃうまい。うまい。これちょっとどころじゃない。だって 0.6g 入ってる。どうやって作ってんの？難しい。また、これ。昨日買ったばっかのね、こんなになくなっちゃった。え、もうな、もうない？もうない。もうこれ入れたら多分なくなる。おお、そんなに出せるか。半分ぐらいです。うん、作れない。このもう日の味になっちゃう。全部もう少ない。だからさ、これ全部入れて、まずこれ入れてのまたまとめて牛乳入れて、うん、砂糖多めに入れないと苦すぎて飲めないで。で、牛乳は牛乳さ、ほんのちょっといいんじゃない。牛乳、あ、牛乳じゃない、コーヒー。コーヒー結構入れすぎて、結構入れる。ストップって言ってよ。うん、あ、いいんじゃない。これ、うん、でもちょっと、ちょっと多くない。おーっと、でも大丈夫だ。塩を多めに入れれば、塩じゃない。塩入れたら死ぬわ。砂糖、砂糖、砂糖、砂糖をちょっと入れて。砂糖の塊だ。いや、本当に痛い。交差で喉がガラガラ、ポチョンってない。お、オッケー。そしてストローで混ぜて。え、なんで。ぐるぐる混ぜて。なんかめっちゃ牛乳の色。え、見て、なんかコーヒーちょっと少ない気がする。牛乳の味。
匂い嗅けばそんなことないんじゃない。匂い嗅けばすぐ分かる。うん、分かる。一回飲んでみたら。どう？牛乳の味する。え、牛乳の味する？口牛乳の味する。まあ、ギリギリ飲めるけど牛乳の味する。え、じゃあもう牛乳の味するんだけど。じゃあもうちょっとだけ入れるわ。もうちょっとだけ、もうちょい、気持ちちょい、気持ちちょい、気持ちちょいって、あの、もうちょっと入れる音。おっとっとっと、おーっと、ちょっとこぼしてないかね。こぼしてないわ。そして混ぜる。今年終わるぐらいに、うん、うん、もう砂糖してみます。そして混ぜる。下の砂糖溶かすの。え、溶かす。コーヒー飲みすぎてお腹痛くなる。ちょうどいい？あー、死ぬお腹。苦いの？お腹痛い。やば、あんま飲みすぎたらさ。え、お腹痛いの？昨日も今日もお腹痛い。え、牛乳飲みすぎたんじゃ。3日間ずっとお腹痛くない。例えば牛乳飲みすぎるとお腹痛くなるって言われる。うん、友達だって牛乳飲みすぎるとお腹痛くなる。ちょっとだけにすればいいの。え、じゃあ飲めなかったらコバに残しなさい。